書を読みいたします。旧約聖書アモス書8章11節12節の御言葉です。見よ、その日が来ればと主なる神は言われる。私は大地に飢えを送る。それはパンに飢えることでもなく、水に乾くことでもなく、主の言葉を聞くことのできぬ飢えと渇きだ。人々は海から海へと巡り、北から東へとよろめき歩いて、主の言葉を探し求めるが、見出すことはできない。改めまして、こんにちは。自由学園の後藤田典子と申します。ただいまお読みしたアモス書は、旧約聖書の預言の書物の一つです。時は紀元前8世紀。南北に分裂し、弱体化したイスラエルの国は、滅びの一路をたどっておりました。その時代に預言者アモスは、真実に生きよと神の言葉を伝えたのです。と言っても、ただいまお読みした御言葉の中には、生きよなどという前向きな言葉は一つもありませんでしたね。むしろ、飢え、渇き、探し求めても見出すことはできないなどの否定的な言葉の羅列でした。手厳しい言葉です。とても前向きな気持ちにはなれません。しかしそこが聖書の特徴と言えるでしょう。聖書には現実を直視させる、絶望的な現実をちゃんと見る、見つめさせる強さがあります。今朝の聖書箇所はまさしくそのような言葉なのです。と同時に聖書は、だからこそその暗闇に差し込んでくる一筋の光が確かに見えるではないか、見出せるのだよと諭すのです。そうして一歩踏み出せる力を湧き上がらせるのとともに、確実な希望への道筋を与えていきます。お読みしたアモス書の背景を少しばかり説明いたします。その当時、イスラエルの民は軍力たけだけしいアッシリアや豊かさあふれるエジプトに迫られ、ピリピリとした国際情勢下にありました。打開策を求めて右往左往していたのです。かつては世界の国々の注目を集めた時代がありました。資源もなく強き軍隊もないのに、小さな国にもかかわらず輝かしいダビデ王やソロモン王の時代があったのです。けれども草は枯れ、花はしぼんでいきました。衰退の一路の現実は一目瞭然の今です。誰もが不安に陥り、ある人たちは諸国と良き関係を築いて平和になろうと努力をし、ある人たちは食料や支援を蓄えて平安であろうと力を尽くし、もちろん神の助けを願って礼拝も守り続けていたのでした。迫り来る危機を目前に何とか乗り切ろうと知恵を絞り、策を練り頑張っていたのです。中にはなるようにしかならないと諦めの境地の人もいたでしょう。逃げ出した人もいたでしょう。それでも神の宝とされている民族の誇りを胸に、悪戦苦闘、皆それぞれ頑張っていたのでした。しかし神の目から見たら、それはむやみやたらに動き回って不安を紛らわすだけに過ぎなかった。人に命を与え、またその人の命を奪うのは神である。その人としての生命のありよう、一人一人が自分の人生を生き抜く命の営みを忘れてしまった姿をご覧になられた神は、アモスを通して叫んだのです。生きよ、滅びに向かうな、死ぬな、生きよ。人々の努力、頑張りは取り囲む強い相手の顔色をうかがい、うまく安心安全を手に入れようとしたものでした。法外な金品を渡し、大切な民を奴隷として手渡して、相手に気に入られようとしていたものだったのです。
忖度と言った方が皆様にはご理解いただけるでしょうか。だからやがて結果として真実な生き方からそれ、強い国の言いなりになり、翻弄される状態に陥っていきました。それでも当時の人々は、多少の犠牲はやむを得ない、きれい事は言ってられない、生命の危機が自分に迫ってこないように願って目をつぶったのでした。しかし神はそのようなイスラエルのためにご自分が命を吹き込んでいるその一人一人に霊なる命を諦めませんでした。目を閉じないでその現実をよく見なさい、それは災いに至る幸いには至らないのだと語られたのです。御言葉、命の食べ物を食べなくなったら、失ってしまったら人として生きられなくなるぞ、気をつけよと神はアモスを通して叫び続けました。今朝ご一緒にお読みした御言葉は重たく厳しいものですけれども、はっきり叱って私たちの魂を揺さぶるこの一言に目を開かせようとなさる神の愛を、私はこの一言に神の愛を感じさせられてなりません。皆様はどのようにお感じになるでしょうか。アモス書という書物は全体で9章ほどの短い預言書で、繰り返し繰り返し生きよとの神の叫びが記されています。何とかして民を生かそうとする神の熱意が伝わってくる一つです。皆様にはどうか今朝の御言葉をきっかけにアモス書全体をお読みいただければと願っています。そしてそこから誠に生きる力を得ていただきたいと祈ります。お祈りをお捧げいたします。私たちに誠の命を与えくださる主イエス・キリストの父なる神様、名古屋学院の皆様と共に礼拝をお捧げする幸いを心から感謝いたします。今日も生きよと私たち一人一人に力と時間を満たしてくださっていることに重ねて感謝いたします。主よ、十分に今日という一日を生かしてください。コロナ禍の不穏な社会、学校生活の中でも、もし私たちの小さな力がお役に立つならばお使いください。私たちの生活を支えるために一生懸命労してくださっている方々を顧みてお支えください。あなたの御心が天にいてなるように、私たちの地でも御心を成就してくださいますように。これらの祈りを主の名によって祈ります。アーメン。これでチャペルアワーを終わります。最後にパイプオルガンの音楽を聴きながらしばらく黙祷いたしましょう。